エチエンドビラール大尉市ヶ谷の陸軍士官学校の生徒との写真第3次、フランス軍事顧問団は、フランスから日本に派遣された3回目の軍事顧問団で、メンバーは5人であった。フランスは、第1次及び第2次に軍事顧問団を派遣しており、日本の陸軍の近代化に大きく貢献していた。しかし、第3次軍事顧問団が派遣された頃には、 日本はドイツ帝国の軍事制度に関心を持ち始めており、並行して二人のドイツ人顧問を雇っていた。特にメッケルを陸軍大学校教官に招聘し、参謀制度の改革に乗り出していた。一方で、フランスは著名な軍事技術者であるルエミール・ベルタンを派遣することにより、大日本帝国海軍にもかなりの影響を及ぼしていた。ベルタンは、 日本海軍の最初の大型艦である松島型、防護巡洋艦の設計を担当し、1.2番艦はフランスで建造されたが、3番艦協立は横須賀海軍造船所で建造されている。団員の何人かは日本の武術に関心を持った。エチエン・ビラールとジョセフ・キールは、自家新影流、坂木原鍵吉の門下生となったが、日本の武術を学んだ。 最初期の外国人である。また、軍学隊の指導のためシャルルルルーが派遣され、不走下、抜刀隊などを作曲している。ありがとうございます。